札幌市内、朝からとても暖かいです。雪道だった車道もこのようにぐちゃぐちゃになっています。記録的な暖かさで一気に雪解けが進んだ札幌市内。最高気温は 10.8 度と4月中旬並みの気温となりました。2日連続で10度以上を観測するのは2月としては初めてのことです。住宅街では雪割りに精を出す人も。氷割って少しでも歩きやすいようにするかなと思って。あったかくなったね、本当に。北海道ないみたいな。半袖ですか？そうなんですよ、暑くて。この異常な暖かさは冬の風物詩となっているイベントに深刻な影響をもたらしています。気温上昇に伴って会場は閉鎖しています。氷も溶けて骨組みも見えてしまっていますね。湖の水を吹きつけて凍らせたオブジェが立ち並ぶ千歳支笏湖氷濤祭り。ライトアップされた幻想的な世界観が人気ですが、こちらの氷像は入り口部分が大きく溶けています。そして中を見てみますと、天井が崩れたんでしょうか、大きな氷の塊が落ちてしまっています。今月25日までの開催予定でしたが、来場者の安全確保ができないことから今日で中止が決まりました。知らない、全然知らない。楽しみにしてたんですか？そうよね。骨組みがあらわになった氷像を前に写真を撮る人も。このためだけ行きました。函館から来ました。受けちゃっててちょっとショックですね、うん、自分たちで子供を育てるような気持ちで作ってるので、こういうね、崩れる姿見るっていうのはすごく悲しいものがありますね。最高気温が 10.3 度となった小樽市でも。小樽市内、2月とは思えない暖かさとなっています。そんな中、スノーキャンドルが置かれていたこちらの道は崩れてしまっています。市民による手作りのスノーキャンドルが並ぶ小樽雪明かりの道。来ていただいた方が楽しめる程度にはこう形作っていきたいですよね。夕方の点灯を前に修復作業が急ピッチで行われていました。ここまで全部崩れてしまうことはないので大変ですね。なんとか5時まで、点灯するまでに間に合わせようとして、まあ、一生懸命急いでやってます、ね、化石の町、道北の中川町では、例年天塩川は氷の上に雪が降り積もって一面真っ白になっているはずなんですが、現在は中央部分だけに雪が少し残っている程度で、ほとんどが溶けてしまっていますね。毎年3月中旬以降に凍った川の水が一気に溶け出す天塩川。町の観光協会はこの迫力ある川の開氷日時を当てるクイズを実施しています。しかし今年はこんな表面が溶けているようなっていうのはちょっとあんまり見たことがないような状況ではあると。クイズの締め切りは今月末までですが、3月の訪れを待たずに川が溶けかねない状況に焦りを隠せません。2月中に氷が流れたってことがなかったので、あまりにそこを、まあ、ちょっと想定してなかったっていうところではあるんですよね。暖気があんまり続かなければいいなとは思ってはいるんですけど。南からの暖かい風はこんなものも運んできました。札幌では午前11時に PM2.5 の濃度が注意喚起の指標値を超える事態に。市内はもやがかかったような状況になりました。